委員長。田村君。日本共産党の田村孝明です。冒頭、大阪北部を震源とする地震によって犠牲になられた方々にお悔やみを申し上げます。そしてすべての被災者の方にお見舞いを申し上げるとともに、救援そして支援復旧に政府が全力を挙げていただくことを強く要求いたします。急を要する課題について、クロマグロのですね、漁師さんたちの窮状対策について最初に質問をします。7月1日から資源管理の第4管理機関が始まります。第3管理機関の途中、今年1月23日以降、沿岸小型船に対する自粛要請はこれ事実上の禁漁となって、漁業者は死活問題に接しています。前回の委員会でも指摘しました。クロマグロというのは3歳、体重30キロ程度に成長しますと、6月から8月にかけて日本海に集まって産卵をします。沿岸漁業者はこの期間自粛をしています。我慢しています。しかし巻き網はこれを狙って操業しているわけです。大臣にお伺いします。せめて産卵期の漁獲はやめてほしいと沿岸漁業者はかねてから訴えてきました。クロマグロの資源がこれほどまでに急減したのは、日本海沿岸での産卵期のまさに巻き網に原因があったのではありませんか。斉藤農林水産大臣。国際的なですね、科学者組織であります ISC、北太平洋マグロ類国際科学委員会が行っております太平洋クロマグロの資源評価、これによりますと、太平洋クロマグロの漁獲はですね、0歳から2歳までの未成魚がほとんどであって、近年この漁獲が増大していた一方で、未成魚の発生が少ない年が頻発したことから、親魚となるまで生き残る魚が減少して、これが親魚資源のですね、減少の主要因であるというふうにされていると私は承知をしております。委員長。田村君。今大臣が言われた、ISC はですね、これ議長も日本政府の水産庁ならば、メンバーの多くも水産庁であります。これは国際条約に基づいた機関ではありません。むしろ国際機関の中でですね、各国は日本の水産庁に対して、日本のこのクロマグロの漁獲に対してどう言ってきたのかと。メキシコの規制強化の主張に対して日本は反対した。アメリカのですね、規制強化を求める意見にも反対してきた。そしてまたアメリカの提案に対して規制強化を日本政府は先送りしたもんだから、WCPFC の本体の会議から議論のやり直しを勧告されるというですね、これ前代未聞の事態となってるんですよ。世界中からね、やっぱり日本の水産管理、資源管理はおかしいと言われていると。まさにですね、私は失政がもたらした事態だというふうに言わざるを得ないのであります。水産庁にお伺いいたします。巻き網の日本海での操業が資源に全くダメージを与えていないと、これ断言できるんですか。イエスかノーかでお伺いしたいと思います。お答えいたします。イエスかノーかというなかなか難しいものですから、ちょっとお話しさせていただきますけれども、一般的に魚を漁獲すればその分資源に何がしかの影響を与えるものでありまして、そういう意味でご指摘の日本海における巻き網漁業がクロマグロ資源に全く影響を与えていないとは考えておりませんけれども、さまざまなですね、先ほど言いました ISC によりますとですね、さまざまな漁業種類の中で日本海での巻き網操業を含む太平洋の西側の大型魚を対象とした巻き網漁業がクロマグロ資源に対して現在与えている影響は1割にも満たないという評価でございます。田村君。卵を産む前の親魚を取ってしまってですね、資源に影響がないというのはこれ信じられませんよ。説得力を失いますよ。資料もお配りしていますけれども、こういう相関関係図を作るとですね、非常に分かりにくいんですけれども、これ、水産庁同時に出している左側のですね、右上のグラフは、親の量が急落したですよね、これ、どう見ても。それ木をいつにして子どもの数、下の図、これもですね、やっぱり急落していると。これ、2004年からですね、日本海沿岸の巻き網漁が始まっているといったところから見てもですね、やっぱりここに原因があると。いうことは明らかであります。
水産庁はノーというかわからないけども、国際的には日本の水産庁のやり方おかしいじゃないかという意見があると。でそうしたときにですね、どうするのかということですけども、WCPFC 条約第6条2項には何て書かれているか、十分科学的に分かっていないことを、保全管理措置を取らないことの言い訳に使ってはならないというふうにされているわけなんです。つまり、異なる意見があるんだったら、予防原則に基づいて、巻き網の漁獲をやはり制限すべきではないですか。いかがですか。長谷水産庁長官。太平洋クロマグロは配布していただいた資料にありますように、稚魚の毎年の発生量が大きく変動いたしまして、その量を正確に予測することが大変難しい業種でございます。左のグラフで、このため、WCPFC のですね、太平洋クロマグロの保存管理措置は、予防原則に基づきまして、今後は稚魚の発生量が少ない状態が継続するとの前提、具体的にはですね、年間の稚魚の発生量が過去63年間の平均値である約1300万尾ではなくてですね、1980年代に見られた約820万尾という低い水準が今後とも継続するという前提であってもですね、資源の回復が確実に見込める措置となっているところでございます。田村君。その資源量についてはですね、人間が漁獲をするようになる以前のですね、親子の量に比べてみたら 7.1% ですよ。その後も減少を続けて、2011年には 2.1%、 2014年で 2.6%、 2016年でもわずか 3.3% という状況であります。90年代からですね、ずっと減少しているのに、2014年、6年前までは取り放題、こういう管理のやり方をやってきたのが日本のやり方であります。大臣にお伺いしたいと思います。11日の日にですね、全国からクロマグロの漁師さん、国会に集まりました。千葉県からの漁師さん一番多かったんじゃないかなと思うんですけども、北は北海道から南は沖縄、石垣の漁師さんたちが、これはもうなんとかしてくれと、一生懸命資源管理やってきたんだけども、取るなと言われたらおまんまの食い上げだと、水産庁なんとかしてくれと、この運動が広がっていることをお伝えしたいと思います。長年、資源管理に国際的な批判が叫ばれるもとで、2014年まで取り放題でありました。巻き網の漁師さんたちだって生活がかかっていますから、政府がいいと言えば、それは取るのであります。有効な資源管理政策を取らずに、この状態を招いたのは、私は政府の責任であると思いますけれども、大臣の認識はいかがでしょうか。続けて質問させていただきます。大臣は私の前の質問の答弁でですね、このセーフティーネットについて、共済と積み立てをプラスして厚くしたというふうに言われましたけれども、一番影響を受けている長崎、対馬のですね、漁師さんたちの加入割合は、加入率はわずか 6%、 60% であります。しかし、これではですね、カバーすることができません。やはりこの事態を招いた責任者である政府が被害を補償すべきであるというふうに思います。2つの点について大臣のご所見を伺います。斉藤農林水産大臣。まず政府の責任問題ですけど、これ大事なところなんでお話しさせていただきたいんですけど、太平洋クロマグロはですね、太平洋の東西を広く回遊する高度回遊性資源でありまして、我が国のみならず、韓国、台湾、アメリカ、メキシコといった複数の国や地域により漁獲されているためですね、適切な資源管理のためには関係国一体となった取り組みがまず不可欠であります。我が国はですね、2005年の中西部太平洋マグロ類委員会加盟以降ですね、一貫してクロマグロの保存管理措置導入に向けて積極的に取り組んでいるところでありますけれども、韓国やメキシコの反対により導入は難航してきました。2008年にですね、この WCPFC が初めて本格的な資源評価を実施して以降、管理の導入に向けての働きかけを強めてまいりました。でその結果、2010年には韓国を除く各国が小型魚の漁獲量を2002年から2004年平均水準より増加させない措置を導入をいたしました。また2013年には韓国も含めた各国が
小型魚の漁獲を2002年から2004年平均水準から 15% 削減させる措置を導入したと。でさらに2014年に行われた資源評価によりクロマグロ資源がさらに悪化していることが判明されたことを受けてですね、同年今あの現行の措置、まあ、詳しく申し上げませんが導入をされたところでありまして、まあ、クロマグロに関するですね WCPFC のこれらの保存管理措置はですね、すべて我が国の提案に基づくものでありまして、まあ、有効な管理政策を取らなかったというご指摘はちょっとご無体かなと認識をしております。このような取り組みの結果ですね、現在資源回復の兆候が見られているところでありまして、まあ、その結果として目の前にクロマグロがいるのに漁獲できない漁業者からのですね不満の声、こういうものが上がっているのは承知をしているわけでありますが、しかしながら漁獲上限を遵守することで早期の資源回復につなげることが結果的にですね漁業者の利益にもかなうものでありますものですから、沖合漁業者沿岸漁業者含めですね我が国漁業者の理解を得ながら管理に取り組んでまいりたいというのが第一点です。それから補償のお話がありましたけれども、まあ、資源管理に取り組んでいただく漁業者につきましては、まあ、これまでですね、この間ご説明した漁業共済プラス積立プラス、漁業共済および積立プラスによりまして、直近5カ年の収入のうちですね、中央3カ年の平均を取った基準収入から一定以上減収した場合にですね、収入の補填を行ってきたところで、あります。太平洋クロマグロの資源管理については国際合意を達成するため通常より厳しい管理に取り組んでいただいて、今いる現状にあります。このため本年1月からですね生態放流と太平洋クロマグロ小型魚漁獲量の大幅削減に取り組む沿岸漁業者を対象に積立プラスの特例としてですね基準収入が平成29年の水準から下回らないように措置したほかですね、この措置を受ける前提となるクロマグロ強度資源管理計画の策定におきまして、過去5年平均の漁獲実績に基づいて設定した給料日数に等についてですね、近年のクロマグロ来遊状況等の実態を踏まえた柔軟な設定を可能としたところでありまして、まあ、現在説明会をですね、今各浜で実施をして、加入促進を図っているところで、あります。また漁業共済掛け金の国庫補助率も平均約7割と、大変有利な仕組みとなっておりますので、引き続き現場の声を踏まえながらですね、より多くの形態にこの制度をご活用いただくために、現場の声を踏まえながらですね、まあ、加入促進を図ってまいりたいというふうに考えて、おります。田村君。漁師さんたち、やっぱり大臣の今の説明では納得されないと思います。それでね、ぜひ、陳情があった際は、しっかりと耳を傾けていただきたいというふうに思います。法案について質問します。都市農地の賃借の円滑化にもってですね、緑地保全、そして都市農地を、保全、発展させていくことについては、私も賛成であります。で私も先日ですね、東京・練馬区の、生産農家でお話を伺ってまいりました。ちょうど伺ったときに、見事なキャベツを朝収穫して、それを学校給食に、納入する、その瞬間に私も立ち会わさせていただきましたと。政府は食育基本法に基づいて、第3次食育推進基本計画を定め、2016年度から2020年度において、学校給食における、地元農産物の使用割合を 26.9% から 30% にするとしています。まあ、資料もお配りしているんですけれども、直近の現状値についてはいくらになっているか、それからもう一問、生産緑地があるですね、とりわけ三大都市圏の状況について、20% 未満の都府県がどういう状況にあるかについて、簡単に説明していただけますか。文部科学省、下妻大臣官房審議官。お答え申し上げます。学校給食における地場産物の使用割合につきましては、文部科学省が実施した抽出調査の結果によりますと、平成28年度において 25.8% となってございます。また特定市のある三大都市圏の道府県の学校給食における地場産物の使用割合は、同じ抽出調査の結果に基づき公表している平成26年度の都道府県別のデータによりますと、20% 未満の都府県は東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県でございます。
田村君、農水省のホームページにあったので今日あえて配らせていただいたんですけども、まあ、学校給食の地元農産物の目標値活用目標値 30% 以上となっとって今下がってきたという状況であります。大臣、この3割達成に向けてですね、これは文科省と協力してでもいいですけども食材の購入の補助とかこれ何らかのですね、都市農地で生産に当たっている農家に対する支援がね、やっぱり必要ではないかなと。つまりいいものをね、作ろうと思ったらやはりコストもかかるし、都会ではなかなか人も集まらないと、都市農地特有のですね、悩みも聞いてまいりました。新しい支援措置が必要になってくるんじゃないかと思いますけども、いかがでしょうか。斉藤大臣。私どもとしてはですね、学校給食は食育や我が国農業への理解の促進にも効果のあるですね、まあ、重要な場だと考えています。ただ一方ですね、学校給食に要する経費については文部科学省が所管する学校給食法におきまして保護者の負担とすることと定められているということもあります。でこのような中ですね、学校給食の供給にあたりましては、まあ、食材費の上昇分をですね、給食費に転嫁しにくい面があることやですね、まあ、一定の規格等を満たした量を不足なく納入することが求められるなど、まあ、解決すべき課題もですね、多くありまして、まあ、地域ぐるみで学校と生産現場の双方のニーズや課題をですね、調整しながら、取り組むことが不可欠だなと考えております。でこのため農林水産省としては学校給食における地場農産物の使用を拡大するために、まあ、栄養士や地域で食育に携わる方などですね、学校給食と生産現場をつなぐコーディネーターの育成や派遣を支援をして、まあ、関係者が連携して取り組む体制づくりをですね、進めているところで、あります。まあ、直接支援が難しいということでありますので、まあ、こうした支援を通じてですね、都市部においても地場産農産物が学校給食で利用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。田村君、時間がなくなりました。終わります。ありがとうございました。